This is a picture entitled The Battle of Cascina by Michelangelo Buonarroti. However, this picture is not the picture of the Battle of Cascina. It is a picture of Jesus and 18 disciples. So, who is a person whose hands are out of the water from under this picture? If you think about this mystery in your common sense, they are the hands of Judas the traitor. However, it's easy to think so, but it isn't easy to prove it. Then have a look at the picture drawn by Agostino Veneziano, in which Agostino Veneziano drew similar hands. So here I will compare these hands with the hands in the Battle of Cascina. First, note that the hands of the person in the picture of Agostino Veneziano are the same as the hands of the person in the Sacrifice of Noah at Cappella Sistina, Vatican. In other words, you may think that they are Noah's hands that are out of the water, but that is not correct. The person depicted in the picture, the Sacrifice of Noah, is not Noah. He is Judah the traitor, who cooks human meat on an iron plate. Both Raffaello and Signorelli represented Noah in the same way, who cooks human meat like this, but it is not Noah either. He is Judas the traitor. I, Hiroshi Hayashi, will explain these facts in this video that follows. But Judas the traitor was such and such a person who cooked human meat. And Judas the traitor teamed up with John the Baptist in Anna Maria to murder Shamash Jesus in the painting named The Entombment. That is why Judah came to be called Judah the traitor. It is Judah who is out of the water. These hands are Judah the traitor's hands. But remember that beyond these facts is a horrifying story and horrifying history of the Christian churches. ミケランジェロ・ボラノルティの書いた The Battle of Cascina、 カッシナの戦いと題された絵ですが、この絵はカッシナの戦いの絵ではありません。イエスと18人の弟子を描いた絵です。となると、この絵の下で水の中から手を出している人物は誰なのでしょうか。一般的な常識で考えれば、裏切り者のユダの手ということになりますが、そう考えることは簡単なことかもしれませんが、それを証明するのは簡単なことではありません。同じような手をアゴスティノ・ベネチアーノが描いていますので、ここではそのアゴスティノ・ベネチアーノの絵の中の手と比較してみます。最初にアゴスティノ・ベネチアーノの絵の中の人物の手とカペラ・システーナの天井画の中に描かれている The Sacrifice of Noah、 ノアの捧げ物と題された絵の中に描かれている人物の手と同じであることに注意してください。つまり水の中から手を出しているのはノアの手ということになってしまいますが、それは正しくありません。ノアの捧げ物という絵の中に描かれている人物はノアではありません。人肉を鉄板の上で焼いて料理をしている裏切り者のユダです。注意深くご覧ください。鉄板の上で人肉を料理しています。ラファエロもシノレッリも同じような
人肉を料理しているノアを表現していますが、やはりノアではありません。裏切り者のユダです。そのことも続く動画の中で説明しますが、裏切り者のユダという人物はそういう恐ろしい人物でした。その裏切り者のユダはバプティストのヨハネ、イナンナ・マリアと手を組んでシャマーシュ・イエスを殺害しています。だからユダは裏切り者のユダと呼ばれるようになったのです。またその様子を描いたのがミケランジェロ・ブラノティの描いた埋葬と題された絵ということになります。つまり水の中から手を出しているのは裏切り者のユダです。しかしこれが本当の問題ではありません。この証明の向こうにはゾッとするほど恐ろしいキリスト教の教会史が隠されていたのです。広志林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。ミケランジェロ・ブラノティが描いたと言われているカッシナの戦いと題された絵です。この絵はカッシナの戦いの様子を描いたものではありません。イエスと18人の弟子を描いたものです。それはともかくも、この水の中から手を出している人物がいますが、この手を出している人物は誰かということです。簡単に考えれば裏切り者のユダということになるわけですけれども、同じような絵をですね、右アゴスティノ・ヴェネチアーノが描いています。左上がアゴスティノ・ヴェネチアーノの描いた手、左下がですねミケランジェロが描いた手ということになります。で、右がですね、これがカペラ・システィーナの天井画のノアの捧げ物と題された絵ですけれども、この中央にいるのが一応ノアということになります。そしてノアは右手を上に上げています。そのノアは鉄板の上で人肉を焼いています。これも騙し絵です。一見すると火のように見えますが、下の人間の頭ということになります。そのノアと言われている人物の手を見てください。この手と左上のアゴスティノ・ヴェネチアーノの描いた手が一致します。最後は入れ替えてみました。注目からご覧ください。人差し指と親指を伸ばしています。そしてあと残りの3本を曲げています。このポーズです。そして向かって左側の手は
5本の指がこのように描かれています。つまりシステナ礼拝堂の天井画の中に描かれているノアと言われている人物の手と左のアグシのヴェネチアーノの描いた手が一致したということになります。となると左上の人物の手はノアの手かというとそうではありません。このように人肉を料理していたのは裏切り者のユダということになります。そしてその手が左の下の絵とつながっていきます。そしてもう一度ノアの捧げ物の中に描かれているノアと言われている人物の顔を見てください。右はですね、これはミケランジェロが同じくミケランジェロが描いた埋葬と絵の中に描かれている人物です。この両者は年齢差こそありますが同じです。目も同じです。左の方が年を取っているということになるわけです。で、この両者は同じ、つまりこの人物は左から、バプティスト・ヨハネ、そしてその右にイナンナ・マリアがいますが、これら3人で共同してシャマーシュ・イエスを殺害しています。つまりその向こうにいるのは裏切り者のユダということになります。こうして手を返して左2つの絵とつながります。つまり左上はノアの手、そしてその下、左下ですね、下ですね、それもノアの手ということになります。こうした事実を頭に入れて続く動画をどうかご覧ください。そこには空恐ろしい、つまりはキリスト教の裏に隠されたキリスト教師が隠されているということになります。Yuda betrayed Jesus. Why did Yuda betray Jesus? God Answers Organization website answers as follows. While we cannot be absolutely certain why Yuda betrayed Jesus, some things are certain. First, although Yuda was chosen to be one of the 12,All scripture evidence points to the fact that he never believed Jesus to be God. He even may not have been convinced that Jesus was a Messiah. Unlike the other disciples that call Jesus Lord, Yuda never used this title for Jesus and instead called him Rabbi, which acknowledged Jesus as nothing more than a teacher.While other disciples at times made a great professions of faith and loyalty, Yuda never did so and appears to have remained silent. This lack of faith in Jesus is a foundation for all other considerations. However, today's point is not this. You see strange hands in the sketch, The Battle of Cascina,sketched by Michelangelo Buonarroti, and here in this video, I would like to examine whose hands these are. Although I just reckon that these hands are Yuda's, to say is one thing, and to prove it is another thing. Michelangelo はカッシナの戦いの絵の中で奇妙な手を描いています。私はこれはキリストを裏切ったユダの手と考えていますが、そう思うというのと実際そうであると証明するのは全く別のことです。で、この動画の中ではそれを証明してみることにしました。小さな小さな謎ですが、それを証明するのは大変なことでした。広し林、浜松シティ、ジャパン。最初に今日の動画の道筋を皆さんに
話しておきます。ミケランジェロが描いたカッシナの戦いです。で、この絵の中にですね、ここにイエス・キリストがいるということを証明します。次に左の上にですね、マリアがいる。イナンナ・イシュタールがいるということを証明します。まあ、ここにいる左の人がですね、マリアです。それを証明します。で、続いて、この、群像といいますか、の人たちは、イエスの12人の人、プラスアルファ、女性もいますけども、まあ、そういった人たちがいるということを証明します。そして、まあ、この中に11人の弟子がいるわけですね。そして、この下の赤い丸です。この手は、イエスを裏切ったユダの手であるということを順に説明します。ミケランジェロ・ブアノルティが描いたとされる、まあ、大変奇妙な絵があります。カッシナの戦いというタイトルの絵です。まあ、奇妙な絵なんですけども、この絵の下の方に、これまた奇妙な手が2本描かれています。赤い矢印のところを注意深くご覧ください。黄色い枠で囲ってみました。水の中から手が出ています。これは誰の手かということなんですね。で、今日はこの動画の中で、この謎について考えてみます。まあ、小さな小さな謎ですけども、その向こうには巨大な謎が隠されていました。この手は誰の手なのかということですね。マルカトニオ・ボルグニーズという画家がいました。ルネサンス期の画家と思われますけども、まあ、これ以上資料がありませんので、詳しいことはわかりません。そのマルカトニオがですね、大変奇妙な絵を描き残しています。これがその絵なんですけども、この絵の中にも隠し文字、つまり一文字の形で数字が仕込まれていました。7ですね。で、77はですね、ヘブライ語及びユダヤ語のゲマトリアでクライスト、つまりキリストを意味します。言うなれば暗号のようなものと考えてくださって結構です。まあ、77イコールキリストということになります。で、同じようにですね、ベネチアのも大変奇妙な絵を描いています。アゴスティのベネチアーノです。で、このベネチアーノの描いた絵に今日は注意していただきたいと思います。やはり、隠し文字、一文字の形で、5、0はもう少し大きいかもしれません。そして、2が仕込まれていました。一番左端はですね、1と判断できますけども、まあ確かではありません。まあともかくも1502という数字が浮かんできます。これをですね、ゲマトリアで読みますとですね、まあ、イエスの聖霊ということになるわけですね。1502。いわゆるこれは、ユダヤのゲマトリアです。まあ、そのような意味で使ったということですね。そして、ミケランジェロも、カッシナの戦いの中で、それを表現しました。これがカッシナの戦いですけども、この中には、一文字が仕込まれていました。バイ・林博士の発見です。で、これが、カッシナの戦いですけども、ここに7があります。で、775027と数字が浮かび上がってきます。まあ、これが隠し文字、一文字ということになります。まあ、500年間誰もこれに気がつかなかったんですよ。で、77っていうのはですね、やはりユダヤのゲマトリアで読みますと、これはイエス、キリストってことになるわけですね。キリストをですね、ゲマトリア、キャルキュレーションで読みますと77。で、50は聖書のという意味です。そして27は、カインですね。という意味です。ですからこれ読みますと、キリストは聖書のカインであると読めるわけです。まあ、ミケランジェロはそのようなメッセージを残したということになります。で、マルカトニオと、それから、ベネチアーノと、それからミケランジェロの絵を比較してみます。まあ、大変、まあ、奇妙と言いますか、奇妙な、やはり奇妙ですね。事実に気がつきます。で、左下がマルカトニオ、それ右下が、ベネチアのということになるわけですけども、上のその
ミケランジェロの描いた絵と比較してみますと、同じ人物がそれぞれ描かれていることがわかります。中部からご覧くださいね。同じですね。そして、7という数字を表しています。で、ここにいる人も同じですね。で、5という数字を表しています。0ですね。同じですね。となりますと、これ同じ画家が描いたのかってことになるわけですけどもね。あるいは、どうなのかということですけども、上の、その、頭の戦いの絵はですね、これはミケランジェロの描いたスケッチ画を弟子がスケッチしたということになっています。ですから、まあ、そういった形でコピー画が作られたということは、十分考えられます。ともかくも、このように同じ人物が描かれているということです。まあ、これをどのように解釈するかは、まあ、今日のテーマではありませんので、まあ、こうした奇妙な点がある。っていうところに注意してください。そしてこの人物なんですね。背中に、まあ、人間にはないボコボコとしたコブができていて、そして背中のにはヒレがありますね。いわゆるラム族特有のヒレが表現されています。右はですね、システナ礼拝堂の天井画のリビアのミコと呼ばれている、まあ、絵ですけど、これはミコ、すなわち女性ではありませんよ。まあ、それをこれからちょっと簡単に説明しますけども、まあ、こうした絵をですね、ミケランジェロが描いていたということですね。まあ、ミケランジェロが描いたわけじゃありませんけどもね。ミケランジェロを通して1500年後にイエスが描かせたということになるわけですけども、この人でなんですけども、乳首を注意深く見てください。で、左もこれは、てか、この絵も、なんとなくこう女性っぽくは見えますけどもね。私はこの人は男性と判断しました。まあ、それがですね、知った礼拝堂の天井画として表現されているということです。まあ、リビアのミコですね。まあ、女という字を書くわけですけども、リビアのミコではありませんね。男性の乳首が小さいですけども、表現されています。もし、この人が女性であるならば、乳房がですね、このように見えてもおかしくないわけです。また見えるはずですね。しかし、そういった乳房がなくて、まあ、男性の乳首を持った人、すなわち、この人は、男性であるということになります。自然な礼拝堂のこの天井側はですね、男とか女がもうめちゃくちゃですから、その点を注意して、また検証なさってみてください。これは余談です。ベネチアーノの絵に戻ります。ベネチアーノの絵です。この絵の中にもイエス・キリストが表現されています。右下にいる人物がイエス・キリストです。足の皮を剥いでいます。ベローっと剥いでいます。で、これがイエスだとするならば、左端に立っている人はですね、バランスから考えて、私はマリアと判断しました。やはり、まあ、ストッキングのような皮をですね、ベローっと剥いでいるか、剥いでいるところですよね。で、顔を見てみますと、やはりこの、どこか女性っぽいということですね。すなわち、右にイエス、そして左にマリア。バランスをとって、このような絵が描かれたものと判断しています。つまりこれが、マリアということになるわけですね。で、その証拠をこれからお見せいたします。ヴェネチアーノの絵に戻ります。その中には、1502という数字が隠し込まれています。15、すなわち15というのはですね、イナンナ・イシュタール、ヘブライ名、マリアの神聖数ということになります。そして、例に逆に読みますと、20というのは、シャーマシュの神聖数ということになります。イナンナとイシュタールが組んでですね、キリスト教を立ち上げました。イナンナ・イシュタールのヘブライ名はマリアです。また、1502のこの4つの数字を足しますと、8になります。8というのは、8方向に伸びる金星のマーク、すなわち、イナンナ・イシュタールのシンボルマークへと繋がっていきます。ともかくも、15、15は、イナンナ・イシュタールの神聖数であるということ。そして、20というのはですね、シャマーシュ、すなわち、イエスの神聖数であるということになります。つまり、この絵はですね、左に立っているのが、イナンナ・イシュタール、すなわちマリア。そして、右に、まあ、足の皮を剥いでいるのが、イエスということを示しているということになります。ここが重要ですから、もう一度皆さんに確認しておいていただきたいと思います。ベネチアノの描いた絵です。この絵の中には、一文字の形で、つまり、隠し文字が仕込まれていました。1502。で、15、すなわち15というのは、イナンナ・シュタール、ヘブライ名、マリアの、神聖数です。そして、02、20というのは、シャマシュの神聖数です。
イナナ・シュタールがですね、シャマーシュと組んでキリスト教を立ち上げました。で、1502を足しますと、8という数字にもなるんですね。8というのは、イナナ・シュタールの、まあ、シンボルマークである8方向に伸びる、まあ、金星を表す数字としても使われています。で、上がですね、右が、カシナの戦いの中に描かれている男性です。その左の絵がですね、これは、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる人物像です。で、まあ、花冠を被っているところからですね、いわゆるまあ、ラム族、レプタリアン族の王であることを示します。なあち、これがイエス・キリストということになるわけですね。そして、法王の被る帽子も、この絵の中に隠し込まれています。つまり、このバランスから考えてですね、右がイエス・キリストですから、左に立っているのは、これは私はマリアと判断しました。今言いましたように、15という神聖数が、その証拠ということになります。で、この人はマリアということになるわけですね。やはり、足の皮をベローと剥いでいるところと考えられます。そして、背中にはヒレがあり、体中にはボコボコの、いわゆるコブができているということですね。で、まあ、これが、マリアであると判断しました。by 林博史です。で、このようなヒレも表現されています。で、顔をですね、よく見ますと、まあ、この顔はですね、やはり女性っぽいんですよね。で、カシナの戦いについて言えばですね、みんな男性であるというふうに、一般には、解釈されてますけども、このカシナの戦いの中には、明らかに、まあ、女性が少なくとも二人、あるいは二人以上描かれています。それもこれから自由に説明します。繰り返しになりますけども、1502、右端にいるのが、イエス・キリストです。そして左端にいるのが、いわゆるイナンナ・シュタール、マリアということになります。1502ですね。確認していただけましたか？ここが重要なポイントです。ダ・ヴィンチの謎についても少し触れておきたいと思います。カシナの戦いの中には775027という数字が隠し込まれています。その775027の中からですね、数字を抜き出してダ・ヴィンチは自分の死亡日としました。67歳の5番目の月の2日に亡くなったということになったわけです。しかもですね、6752を足しますと20となります。すなわち、先ほど言いましたシャマーシュの神聖数と一致します。まあ、このような形でですね、まあ、カシナの戦いの中の、まあ、右下にいる人物はですね、シャマーシュであることをミケランジョなる画家が、まあ、示したということになります。そして、まあ、775027の数字を抜き出して自分の死亡日としたということはですね、ダ・ヴィンチはその日には死んでいなかったということになります。カシナの戦いの絵ができた時には、まだレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は生きていました。もう一つ外堀を埋めておきます。先ほどカシナの戦いの絵の中の右下にいる人物は、まあ、イエス・キリストであると私は説明しました。まあ、何度も説明したことなんですけども、ここでもう一度確認しておいていただきたいと思います。これはミケランジェロなる画家が作ったとされるペーター像ですけども、この向かって左がイエスの右腕に注意してください。まあ、奇妙な人間にはないコブがボコボコと表現されています。このコブに注意してください。このコブですね。人間にはありませんね。このコブがですね、まあイエスの右腕に表現されているということです。注意深くご覧ください。これはイエス像ですよ。ペーター像ですよ。マリアがイエスを抱いているんですよ。そのイエスの腕にですね、このようなコブが表現されているということです。注意深くご覧ください。コブですね。で、このコブと同じものが実はカシナの戦いの絵の中にも表現されています。このコブに注意してください。このコブが特徴。このコブが特徴というの、まあ、特徴的ということになるわけですね。で、まあ、このカシナの戦いの、やはり右下の人物ですね。頭に花冠をつけているこの人物に注意してください。繰り返しますけど、この人物は靴下を履いているのではないんですよ。足の皮をベローっと履いているんですよ。その人物の、この向かって、右側のね、左腕に注意してください。この腕と、ピエタ像の中に表現されているイエスの腕と一致します。まあ、切り出して、90度動かして、拡大して、そして左右反転してみます。
まあ、このような形でですね、ミケランジェロなる画家はですね、このカシナの戦いの右下の人物はイエス・キリストであることを示しました。コブに注意して、まあ、少し影になってますから、見にくいかもしれませんけども、注意深くご覧ください。そして特にこの肘のあたりのコブですね。このあたりが一致しています。注意深くご覧ください。すなわちこのような形でですね、左がイエス・キリストですから、右のこの人物もイエス・キリストということになるわけですね。まあ、統一性を持たせて、このように表現したと、私、林博士は判断しています。まあ、つまり、左の人物がですね、イエスであるから、中央もイエス。そして、ダヴィンチになる画家もですね、解剖図のところで同じような腕を表現しています。特に上腕の部分に注意してください。ボコボコと、コブがありますね。左のベータ像のイエスにも同じようにボコボコと、まあ、そのコブが表現されています。そして上腕のところにこのようなヒレがありますね。これは筋肉が盛り上がったからできた、境目ではなくて、まあ、そのようなヒレがあると判断できますね。そして上のところにはボコボコとした、まあ、コブがあると。まあ、このような形で三者が繋がっていくわけです。なわち、まあ、簡単に言えば、みんな同じ画家、すなわち、1500年後にイエスが描いた絵ということになるわけです。そして右下の人物はイエスということになります。これで皆さん先ほどのベネチアの絵の右下人物がですね、イエス・キリストであるということに納得していただけたと思います。同じ人物ですからね。同じ顔ですからね。ですからまあこれがイエスということになるわけです。もう一度確認してください。ヒレに注意して、コブに注意してください。同じように表現されているということですね。まあ、それが左の方は彫刻という形で表現されているということになります。まあ、わかりやすく言えばですね、左の彫刻も右の絵もですね、人間技ではないということです。さらに確認していただきたいことがあります。これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が書き残したと言われているスケッチ画です。そして、この人物と同じ顔をですね、ミケランジェロなる画家が描いています。カシナの戦いの中に描かれている、まあ、先ほどからイエス・キリストと判断した人物です。そして右がベータ像です。そして右二つはですね、腕でつながります。そして左二つはですね、同じ顔ということでつながります。すなわち、一番右がイエス・キリストですから、中央もイエス・キリスト、そして左もイエス・キリストということになります。注意深くご覧ください。そして皆さん自身で確認してください。で、私は、これがですね、今から2000年前、ルネサンスから見ればですね、ルネサンスに先立つ1500年前のイエス・キリストと判断しました。となるとですね、この周りの人たちは誰かということになるわけですね。で、この周りの人たちに注意していただきたいんですけども、どこか人間っぽくないですね。そしてこの左の人物の首には生命維持装置のようなものが首の周りについています。そしてこの人たちに注意していただきたいんですけども、どうも人間のようではないような気がするわけですね。まあ、どこかボコボコとしたコブが、まあ、表現されているように思います。で、この顔、の人物がですね、実はカシナの戦いの絵の中にも描かれているということです。つまりですね、こうして顔を並べてみるとですね、まあ、どこか人間らしからぬ顔ということになるわけです。そしてその、まあ、中央に2000年前のイエスの顔を置いてみます。まあ、こういう絵をレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描き残しているということですね。そしてまあこの4人は誰かということですけども、まあ、イエスを中心とする4人の仲間ということになるわけです。仲間ということになりますと、まあ、一般に言うと、弟子、使徒ということになるわけですね。そして、まあこう比較していますと、今赤丸です、まあ、結んだのが、これがイエス自身ということになります。で、左上はですね、これはレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた絵ですよね。で、右が、これはミケランジェロの描いた絵ですけども、顔が一致していると。なわち、これがイエスってことになりますね。で、他の4人もこの中にいるんじゃないかなと思うんですけども、この人は特によく似ているんですね、顔がね。見てください。ですから、まあ、左上の、まあ、仲間たち、まあ、イエスとその仲間たちの
仲間たちがですね、まあ下のですね、ミケランジョの頭の戦いの中に描かれているということになるわけです。ただ、他の人たちはあまり顔が似てないと言いますか、ちょっと難しいかなという部分はありますけども、まあこうして、まあ両者を突き合わせてみるとですね、まあ、ダヴィンチの描いた人物と、そしてミケランジョが描いた頭の戦いの中の人物が、まあ一致していると。完璧には一致してませんけども、よく似てるなというレベルで似ているということですね。なあち、ここに、頭の戦いの中に描かれているのはですね、まあ、一般的に言われているような、まあ、説明書きの人物ではなくて、イエスとその仲間たち、なあち、まあ、12人なら12人でいいわけですけども、12人の弟子ということになるわけですね。で、人数が17人で合わないじゃないかとおっしゃいますけども、この中には女性も描かれているんですよ。今ちょっと赤間で囲んでいましたけど、この人は乳首がありますね。胸が大きくて乳首がありますね。そして、その左の下の人はですね、なんと女性器が正確に、まあ、描かれています。まあ、ミケランジェロの描いた絵の中で、このように女性器が正確に描かれている絵というのは、これ一枚だと私、林博士は判断しています。まあ、私が見つけた範囲では、これ一枚だと判断しています。で、ここにも人がいるんですけども、これどうも女性っぽくないんですよね。で、頭、もうなってますが、くるくると巻いてる、ターバンのようなものを巻いてる、皮膚を剥いでいるのかもしれません。ともかくも。ですから、まあ、4人、この中に少なくとも、女性が描かれているということになるわけです。で、右上の方にはローマ兵も描かれているような感じですね。すなわち、ここに描かれているのはですね、12人のイエスと12人の弟子ではないかと、そのように判断したわけです。で、もう一度ここで確認してくださいね。いよいよ、まあ、核心部分ということになるわけですけども、上がベネチアノの描いた絵ですね。で、下がミケランジェロの描いた絵です。で、ベネチアノの絵の方でですね、ここに、まあ、両端に、ここにいるのがイエスであると。そして左端にいるのがマリアということになりますね。ですから同じ人物が下の、頭の戦いの中に描かれているから、このキー枠の人はイエスと、それからマリアということになるわけです。で、まあ、全体で18人いますからね。まず2人を取り除きますと16人になるわけです。そして、まあ、この中に明らかに乳房があり、女性器がある人をですね、2人除きますとですね、14人となるわけですね。他にも女性っぽい人、それから、まあ、ローマの兵隊らしき人もいますからね。まあ、数がちょっと合わないという部分もあるんですけども、13人から14人が残るということになります。まあ、もう一度念のために人数を確認しておきたいと思います。全体で18人の人が描かれています。で、下の手の人も加えますと19人になります。ね。で、この方、今赤丸つけた方はですね、まあ、女性器が正確に描かれていますから、まあ、女性と判断します。ミケランジェロが描いた絵の中でも、このようなものが描かれているのはこれ1枚だけですね。私が発見した範囲では1枚だけです。で、これで、まあ、この人を除いて16人になって、で、この人には乳房がありますから、また1人除きます。まあ、これで16人になるわけですね。で、まあ、女性を除いているということです。そしてこの人がですね、まあ、先ほど言いましたように、これは男性なんですよね。ですから、引いていいのか悪いのかわかりませんけども、体つきがどこか女性っぽいですね。で、その下に、右下にいる人は、これは頭から、まあ、皮を生えているんでしょうけどもね、ターバンのようなものを巻いてますけども、顔が女性っぽいということで、まあ、順に減らしていきます。まあ、二人減らしますとね、これで14人になるわけです。まあ、私がここで証明したかったのはですね、12人の弟子をですね、この中に表現されているはずだということで、証明したかったんですけども、まあ、男女の性別がはっきりわからないということとですね、もう一人、ローマ兵のような人も描かれてますからね。ですから、どのように判断していいかわかりませんけども、ともかくも12人、あるいは13人以上前後のですね、まあ、弟子が描かれていると、私は判断しました。まあ、100歩譲ってもですね、まあ、この中にはイエスとマリアが描かれてますから、残った人たちがですね、弟子と考えても、まあ、なんだおかしくないわけです。もうその中に手が描かれているということになります。で、まあ、その、イエスとマリアが描かれていて、そしてイエスの弟子たちが、まあ、描かれていると。
まあ、そのように判断したわけですね。で、まあ、この4人については、一応女性と判断して、そしてイエスとマリアを除くと。で、6人を除くと。で、18人を除きますから、12人となるわけですけどもね。で、ローマンソルジャーを1人除きますと、11人で、じゃあもう1人はどこにいるかというと、水の中にいるということになるわけです。で、水の中にいる人は誰かということになりますと、12人の弟子の中で、このような、まあ、扱いといいますか、このような立場にあったのは、ユダ1人ということになるわけですね。で、まあ、そのように判断したわけです。で、今、9と書いた数字の人がローマ兵ですからね。これをローマ兵とするならば、まあ、黄色い人がですね、黄色い人を入れて、12人の弟子ということになるわけです。で、その中央の赤い丸の人が男性ということになりますと、どこかでもう一人、まあ、調整しなければならないということになります。ともかくもそういった人たちが、このカシナの絵の中に、まあ、書かれているということですね。で、結論から言いますと、まあ、このカシナの絵の中に書かれているのはですね、イエスとマリアと、そして、12人の弟子プラス、まあ、アルファ、ということになるわけです。その12人の弟子の中でですね、まあ、助けてくれ、助けてくれと言って、もがいているのが、私はユダと判断しました。まあ、この手がですね、ユダの手と判断する、まあ、証明するためにですね、本当に本当に回りくどい回りくどい説明になりましたけども、まあ、私自身もですね、こんなに手こずるとは思いませんでした。つまり結論を言いますと、この手は、まあ、イエスを裏切ったユダの手ということになるのではないでしょうか。また、林博士はそのように判断しました。Michelangelo Buonarroti was also one of the messengers of Marduk Jesus and King Christ who descended in the 16th century. Through Michelangelo, Jesus and Christ left many messages to us human beings like us of his future using a language that transcends time and space in the world of so to speak, a painting. From that viewpoint, we now need to review Michelangelo's paintings. In other words, by deciphering the code hidden in Michelangelo's paintings, we humans of present days can read the messages from God to us humans. What are we humans? Where did humans come from? And,to know how we humans should be in the future. ミケランジェロもまた16世紀に降臨したマルドゥク・イエスとカイン・キリストのメッセンジャーの一人でした。そのイエスとキリストは絵画という言うなれば時空を超えた言語を使ってミケランジェロを通して私たち未来の人間に向かって多くの伝言を残しました。またそういう視点で今私たちはミケランジェロの絵画を見直してみる必要があります。つまりミケランジェロの絵画に隠された暗号を解くことによって私たち人間は神からの人間への伝言を読み解くことができるのです。私たち人間は何であるのか、人間はどこから来たのか、そしてこれからの私たち人間がどうあるべきかを知るためにです。広志林、浜松シティ、ジャパン。According to the collation of other documentsMichelangelo's painting, entitled The Entombment, is supposed to be Michelangelo's work drawn in 1501. But no one knows if it's really a Michelangelo's work. In other words, The Entombment is supposed to be a painting in full mysteries.
By whom and when was the entombment drawn? It seemed to have a long and complicated story in it, but only one thing is clear, that a very important message of God was hidden in its painting. Michelangelo Net official website writes about the entombment as follows. The entombment, which is displayed in London National Gallery, is now widely attributed to the master of the Italian Renaissance, Michelangelo Buonarroti. This unfinished painting is thought to be the altarpiece that was commissioned from Michelangelo for the Church of Sant'Agostino in Rome around 1501. However, it was never delivered, and Michelangelo returned the payments he had received. Perhaps because the entombment is unfinished, there is no surviving reference to the painting by any of Michelangelo's contemporaries. ミケランジェロが描いたとされる埋葬と題された絵について、他の文献の称号からミケランジェロの埋葬と題された絵画は一応1501年に描かれた作品ということになっていますが、それがミケランジェロの作品かどうか本当のところ誰も知りません。1640年代になって初めてそれがミケランジェロの作品として公式に認定されました。つまり埋葬は謎に満ちた絵画ということになっています。誰によっていつ埋葬は描かれたのか、それを話せば長くて複雑な話になりますが、それはともかくもこの絵画の中には神から人間に与えられた重要なメッセージが隠されていたことだけは事実です。広島市浜松シティジャパン。
There have been many controversial explanations about Judas the traitor. But Jesus himself did not forgive Judas the traitor. Then, what crime did Judas the traitor commit? To solve this mystery, Michelangelo Buonarroti has left one panel painting. That is a picture called The Entombment. In the center of the picture, the man depicted above is what I, Hiroshi Hayashi, consider to be Judas the traitor. He is a bold person. Then, when I looked it up, Michelangelo Buonarroti drew a man with the same face as this man on the ceiling painting of Cappella Sistina. This picture is titled The Sacrifice of Noor. However, the man here drawn is not Noor. It is a villainous man who pretended to be Noor. Yes, he is a villain who cooks a human on an iron plate. Then, this villain is someone else, not Noor. I, Hiroshi Hayashi, consider the man around Jesus by the elimination method and decided that this man was Judas the traitor. On the other hand, the same person depicted in the entombment along with John the Baptist and Inanna Maria helped to kill Shamash Jesus. In other words, he is betraying Jesus. In this way, the bold man depicted in the Cappella Sistina and the bold man depicted in the entombment are connected. It is a villainy who betrayed Jesus. In other words, it is Judas the traitor. I will explain these facts in this video.裏切り者のユダについてはいろいろな説明、議論が続いていますが、イエス自身がそのユダを裏切り者と位置づけ許していません。となると裏切り者のユダはどんな罪を犯したというのでしょうか。で、ミケランジェロは一枚のパネル画を書き残しています。埋葬と題された絵がそれです。この絵の中央、上に描かれている人物が、私、林浩司は、その裏切り者のユダと判断しています。頭のハゲた人物です。そこで調べてみると、ミケランジェロは、この人物と同じ顔を持った人物を、システィーナ礼拝堂の天井画に描いています。ノアの捧げ物と題された絵です。が、ここに書かれているのはノアではありません。ノアに見せかけた極悪人です。繰り返します。ノアに見せかけた極悪人です。人間を鉄板の上で料理している極悪人です。となると、この極悪人は誰かということになります。私、林浩司はイエスの周辺にいた人物を消去法で考え、その人物は裏切り者のユダであると判断しました。一方、埋葬の中に描かれている同じ人物はバプティストのヨハネ、イナンナ・マリアとともにシャマーシュ・イエスの殺害に手を貸しています。つまりイエスを裏切っています。こうしてシスティーナ礼拝堂に描かれている人物と埋葬の中に描かれている人物がつながりました。イエスを裏切った極悪人ということになります。つまり裏切り者のユダということになります。その事実をこの動画の中で順に説明します。広島市浜松市ジャパン。もう一度最初から説明します。
一応ミケランジェロ・ボラノーティが描いたとされる埋葬と題された絵です。がしかしこの絵はですね、本当にミケランジェロが描いたかどうかということは分かっていません。がしかし画風タッチ様子からしてですね、ミケランジェロ以外にはいないということで、一応ミケランジェロ作ということになっているわけです。でこの絵はですね、中央のシャマーシュイエスをですね、左のバプテストヨハネ、そして右のイナンナマリアが、まあ、要するに殺害している絵ということになります。となるとその後ろにいる、背後にいる人物は誰かということなんですけども、あちこち探してみましたらですね、不自然な礼拝堂の天井画の中にそのこの人物に似た人物が表現されていました。で右はですね、ノアの捧げ物と題された絵です。ノアの洪水を生き延びたノアとですね、3人の息子が神に、まあ、お礼のね、捧げ物を料理している絵と言われていますが、この絵は大変恐ろしい絵なんですよね。まあ、先ほど言いましたように鉄板の上でね、いわゆる人間を料理している絵ということになります。でこの2人の人物が顔がですね、一致しているということなんです。左は若く、右の方はより年を取っているわけです。ところがですね、そのノアと、まあ、表現されている人物はいろいろなところで表現されています。で私は悪魔の料理というタイトルをつけましたが、まさに悪魔の料理なんですね。つまりそこに表現されていると言いますか、ノアと3人の息子、神への捧げ物を作っているノアはですね、まあ、とにかく普通の人間ではない、つまり悪党中の悪党ということになるわけです。それをこれから順に説明しますが、システィーナ礼拝堂の天井画の一枚にこんな絵があります。この絵なんですね。繰り返しになりますけども、この中央に描かれている人物がノアということになります。で神に捧げる捧げ物を料理している絵ということになるわけですけども、鉄板の上ですよね、炎が立っています。その炎と下の人物の髪の毛が一致しています。つまりこのような形でですね、つまり騙し絵隠し絵という形でですね、ノアは人間を料理しているということをですね、まあ、表現したものと判断しています。システィーナ礼拝堂の天井画の絵はですね、隠し絵騙し絵ばかりですね。そういう中で、流れの中でこの絵が表現されているということです。炎の形、そして髪の毛の形に注意してください。でこの人物は一応ノアということになっていますが、ノアに見せかけた別の人物ということになります。でこの人物は誰かということなんですけども、まあ、その前に結論を出す前にですね、まあ、他の画家たちも同じ題材で、まあ、同じような光景を描いている点にも注意してください。今赤い色で塗ってみましたが、要するにこのような形で、まあ、人間を料理しているんだよということを示したということになります。一体化している点に注意してください。右下に見えるのはですね、この絵を取り囲む4枚の絵なんですけども、以前精査しましたけども、ミトラ教を弾圧している、まあ、官権の絵ということになります。まあ、台の上でね、演説しているまあ、プリギアブをかぶったミトラ教徒がですね、弾圧されて、そして次のシーンではその台から叩き落とされて、そして棒で撲殺されるという、まあ、残酷な絵なんですよね。そういう絵がこの、まあ、ノアと3人の息子の絵の周囲を取り囲んでいるということですね。でダヴィンチと、まあ、シノレッリの関係ですけども、まあ、ダヴィンチとシノレッリは、まあ、一人二役の芸術家であったと私は判断しています。ダヴィンチの若い頃の肖像画ですね、とこのシノレリの顔は一致します。ただし鼻の長さ、大きさですね、とひげを除いて、あとは全く同じで、ただシノレリは7歳年上ですから、目尻のシワ、あるいは上まぶたのたるみなどにですね、年齢差を感じさせるものを表現しています。ですから、まあ、シノレリとダヴィンチは切っても切れない関係にあるということになりますけども、そのシノレリはですね、まあ、大変残酷な絵を描いているということですね。ルカ・シノレッリです、まあ、ちょうどダヴィンチと同じ頃の、まあ、芸術家ということになります。年齢的には7歳、まあ、ダヴィンチより年上ということになります。でこれこの絵のですね、向かって左側にいる人物、今矢印をつけた人物がルカ・シノレッリというふうに言われています。
つまりこの人物に大きな鼻とですね、それからつけ髭をつけたのが私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの若い頃の肖像画ということになります。でこの絵を見ていただくと分かりますように、まあ、いっぱいこうなりますかね、額が下に転がってですね、右の人物はナイフのようなものでですね、その首を切っていますね。ちょうど今そのナイフで首を切っている様を表現したところを大きくしてますけども、大変残酷な絵であるということですね。まあ、一般にルネサンスと言いますとね、まあ、地中海の陽光の輝く、まあ、さんさんとね、まあ、降り注ぐ、まあ、そういう明るい、まあ、なってますかね、どこかアポロ的な風景を想像しますけども、そうではなくてルネサンスはそれ以前のね、暗黒時代をそのまま引きずっていたということですね。しかもこのルネサンスの時代にはですね、魔女狩りが最も盛んに行われていたということが分かっています。まあ、ここにまあ簡単に示してますけども、まあ、弾圧している様子ということになるわけですね。まあ、こうした絵をルカシニョレリはまあ描いているわけです。左の上の空にね、2人の人物が描かれてますけども、まあ、神々同士も戦争をしていた、あるいはそれに巻き込まれ、人間が巻き込まれたということになるわけですけども、そのさらにまあいるこの白い丸で囲んだ向かって左下の人物はですね、手にどうやら聖痕があるようです。で右上の天使がですね、左下のまあ神をですね、天空から叩き落としているという絵ということになるわけです。で誰がこの人々を殺したかということなんですけども、まあ、この人物背中にね、まあ、これだけでヒレとは断言できませんけども、ポコポコとしたものが表現されています。同じような手法でね、ダ・ヴィンチもシスティナ礼拝堂の天井画に、まあ、こうしたポコポコとした背中を持った人間を描いています。これはカシノの戦いの絵ですけども、まあ、一般にはですね、筋肉のもりもりとした筋肉を表現した作品であると言ってますけども、まあ、この人物たちもポコポコとしているわけですね。筋肉、コブがいっぱいあるということです。そして背中にはポコポコとした、まあ、ヒレのようなものが表現されているということです。まあ、俗に言うラム族、俗に言うレプタリアン族ということになるわけです。この中に2人の女性も表現されています。女性器、明らかに女性器を持った人物と大きな乳房を持った人物が2人描かれています。プラス左の方で立ってやや後ろ向きに立っている人物がイナンナ・マリアということになります。その証明は別のところでしました。じゃあなぜ彼らが殺されているかですけども、まあ、その向こうにはですね、まあ、シナマングサイといいますか、おどろおどろしいといいますか、いわゆるルネサンスのあの暗黒時代をそのまま表現しているかのようなですね、宗教弾圧が表現されているということです。まあ、こんなところにもね、人間の骨あるいは骸骨のようなものが表現されているということですね。でその中で、まあ、そのいわゆる、まあ、ノアらしき人物がですね、台の上で料理をしている絵もあるということですね。ルカシノレリがそれを描いています。それがラファエロも描いていますね。でもう一度、ミケランジェロの描いたシステナ礼拝堂の天井画に戻ってみます。まあ、中央の人物ですね。でこの人物は何を料理しているかということなんですけども、これだけですとね、何を料理しているか分かりませんけども、その下に先ほどもお見せしましたように若い男性の、まあ、頭がある。そしてその髪の毛がですね、炎と一致しているということです。サンドロ・ボッテチェリもやはり同じような絵を描いています。ここで注意していただきたいことはですね、まあ、コンロのようなものを取り囲んでですね、皆が空を見ているということですね。その下の窯の中にはどうやら手足のようなものも表現されています。でこの白いもやもやとした煙をですね、皆が驚いて見上げています。そこにはフリギア帽のようなものが表現されています。まあ、こんなところからですね、まあ、つまりはミトラ教弾圧の絵ということになると私は判断しています。ミトラ帽子が表現されているということですね。つまりここで料理されているのはミトラ教徒ということになるわけです。つまり、まあ、当時はですね、ローマンカトリックはゾラスター教、ミトラ教を徹底的に悪魔教と位置づけて弾圧しましたというような流れの中でね、このルカシノリの絵もあると私は判断しています。まあ、特にその右側の人物ですね、この人物は男性と思われがちですけども、まあ、女性ですね。頭から角が生えています。そして一人の男性をですね、後ろから抱いてですね、何やらを、まあ、話し込んでいると言いますか、洗脳していると言いますかね、まあ、そんなような絵ではないかと思います。まあ、で先ほど言いましたように空にはですね、二人の人物が描かれています。向かって右側はですね、
女性の天使ということになってますけども、剣を持っている。すなわち私は、まあ、イナンダ・マリアだと判断しています。そして左下にいるのがシャマーシュ・イエス、あるいはイエスということになるわけですね。手には聖光がありますから、まあ、キリストという形で、まあ、イエスという形で表現したものと思われます。まあ、私たちが考えているほどルネサンスという時代はですね、少なくとも明るい楽しい、まあ、芸術のね、芸術が花開いた、まあ、世界ではなかったということですね。でボッテチェリの絵にもちょっと注意していただきたいと思うんですけども、ボッテチェリもですね、先ほど言いましたように同じような絵を描いています。あとで少し、まあ、紹介すると思いますけども、ラファエロの絵も全く同じ構図で描かれています。同じ構図ということになりますけどね、もう一回繰り返しになるかもしれません。この動画そのものはですね、古い動画でして、かなり以前に作ったものです。でこの釜の中を見ていただきたいんですけども、まあ、両手両足が出ていると私は判断しています。まあ、つまり人間を料理しているということですね。はい、まあ、こういう形で拷問した後、まあ、人間を釜ゆでにしたということですけども、ここにまあ緑のラインで囲ったのが手ではないかと思います。それで黄色いラインが足ではないかと思います。そこに赤い部分にどうやら頭らしきものが表現されているということです。はっきりは分かりませんけれども、逆に考えますとね、はっきりと書きすぎるのも、まあ、できなかった、書きすぎることも、ね、できなかったということではないでしょうか。で、まあ、こうした絵がですね、表現されている。そしてその上から白い蒸気が立ち上り、そこにはフリギア棒が描かれ、周りの人たちはまあ、その空の方を見上げて驚いているという雰囲気のに仕上がって、この絵ができているということになります。で彼らは何を料理していたかということなんですけどもね、つまりこういう形でですね、一見するとノアと3人の息子がですね、まあ、大洪水を助かったことを、まあ、お礼にしてですね、あるいはそれそこまで深く考える必要はないかもしれませんけど、一般的にはそのように考えられてますよね。そして、まあ、料理を捧げているということになりますけども、まあ、要するにノアに見せかけた、あるいはもっと言えばですね、もうちょっと幅を広くすればですね、神に捧げる料理物を料理している絵に見せかけながら、その実この絵はですね、大変恐ろしいものであることを示しているということになります。まあ、これフリギア帽ではないかということになるわけですけども、はっきりしません。しかし私はフリギア帽であると判断しました。で同じような構図の絵をですね、ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画の中に描いているということですね。でこれがラファエロの同じ構図で描かれた絵です。このラファエロの絵とですね、先ほどのミケランジェロの、まあ、ノアと3人の息子、神への捧げ物を料理している絵はですね、一連性を持っています。まあ、ちょうどね、紙芝居のようにつながっているということです。ボッティチェリの絵ですね。そのラファエルの絵もですね、やはりそれを料理している、まあ、ノアらしき人物がですね、驚いて後ろに、まあ、体を反らしてますね。つまりその煙の中に何か奇妙なものが描かれています。この絵は割と分かりやすいですから、よく見てください。白い煙の中に化け物のようなものが表現されています。目と鼻と口が描かれていますね。まあ、これがですね、煙となって空に立ち上った、それを見てノアがですね、驚いて得ているということになります。一連性を持っているというのはですね、羊の料理の仕方などを見て判断しました。まあ、一方はですね、羊の首を切っている、一方はという絵なんですよね。でこの、システナ礼拝堂のミケランジェロの描いた絵もですね、どうやら天井の方に何かが描かれていた様子なんですけども、まあ、修復後の絵しか手に入りませんでしたけれども、まあ、何か修復されてしまっている可能性もあるということですね。ひょっとしたらここにはですね、もっと恐ろしいものが描かれていたのではないかと私は思います。まあ、ともかくもそのノアと3人の息子、神への捧げ物を作っても料理している絵はそういう絵だということですね。でその中に、まあ、そのいわゆる恐ろしい人物、極悪人という、ね、英語の中では言いましたけれども、極悪人が表現されているということですね。じゃあその合格人は誰かということになりますけれども、消去法で考えていくとですね、つまりは、まあ、いわゆるユダしかいないということになるわけです。イエスの周辺にはですね、そのほどまでに、まあ、そのいわゆる、ね、裏切り者というふうに決めつけて、まあ、いわゆる、ね、イエス自身が、まあ、その攻めている人物といえばですね、ユダしかいないということで、私はユダではないかと考えています。で結論ということになります。でもう一度システィーナ礼拝堂の天井に描かれました、まあ、ノアとですね、まあ、左の絵と比べてみてください。コンセプトが同じということですね。つまりこのような形で、まあ、ラファエルにしてもですね、ミケランジェロにしてもですね、ノアに見せかけて実は
別の人物を描いていたというふうに考えることはですね、それほど間違っていないと思います。で、ほぼ同じ時期の画家であったということですね。となるとこの人物は誰かということになるわけですけども、一応ノアに見せかけた別の人物、すなわち消去法で考えてユダしかいないということになるわけです。まあ、これだけですとね、まだ根拠が、まあ、軟弱と言いますか薄弱ですけども、しかし、まあ、消去法で考えていくとですね、ここに描かれているこの人物は、まあ、極悪人のね、裏切り者のユダということになるのではないでしょうか。あるいはそれ以外に誰が考えられるかということなんですよね。そのユダと思われる、私がそう判断した人物が、つまりはミケランジェロの埋葬の絵の中に描かれているということになります。まあ、中央の人物とですね、埋葬の絵の中に描かれている人物が顔が一致しているということですね。パーフェクトに一致しているわけではありませんけれども、細かいところを見ていくと違いがないという点で一致しているということになります。最後にもう一度埋葬の絵をご覧いただきます。で、ここに描かれている今赤枠をつけた人物ですけれども、私は裏切り者のユダと判断しました。まあ、それほどまでに極悪人であったがゆえにですね、イエス・キリストもそのユダを許せなかったということになるのではないでしょうか。で、もう一度顔を比較していただいてこの動画を終わります。ここに描かれているのは今の段階では私林浩氏は裏切り者のユダと判断しました。鼻がですね、ややこう左寄りになっている点、それから眉毛の形はもうパーフェクトに一致しますね。それから鼻がぐにゃっと曲がっている点、鼻の表現の仕方などがですね、要するに違いがないという点で私は同一人物と判断しました。まあ、結論的に言えばですね、 左はですね、裏切り者のユダ、右はですね、ノアに見せかけた実は裏切り者のユダを表現しているということですね。その極悪性はですね、人間を、まあ、鉄板の上で焼いているというその行為の中に私たちは今知ることができるということです。